足が速くなる待つ意識、走り急いでつま先走りになっていませんか？急がずに地面につくのを待つ練習です。やり方、少しずつ弾んで進んでいきます。足が地面につくのを待つ意識で行っていきましょう。そしてそのまま待つ意識を継続しながら走っていきます。ポイント1、頭から足までまっすぐのライン。お尻が後ろに下がり、くの字の姿勢はダメ。ポイント2、足裏の真ん中あたりで地面を捉えるイメージです。足裏が地面につくのを待ちましょう。地面につけに行ってつま先が下がりすぎる、これ注意です。ポイント3、着地では潰れない。ぐにゃっとぐにゃっとぐにゃっと潰れる、注意。まっすぐの姿勢で足が地面につくのを待って、地面からしっかり力を受け取ろう。一歩一歩しっかり進む走りに頑張ってみよう。